本日のヒーローは有原選手です。札幌ドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、そしてテレビラジオを通じてファイターズを応援している全国のファイターズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。朝のやつだ。今日のヒーローは記念すべきプロ初勝利を挙げました有原航平投手、そして素晴らしい球団逆転ホームランレアード選手です。よく言った。まずは有原投手、プロ初勝利おめでとうございます。この大歓声、たくさんのファンの方が今日という日を待っていました。すごく緊張したんですけど、温かいご声援ですごく投げやすかったです。ありがとうございます。初回1点を取られましたけれども、2回以降非常に落ち着いて投げていたように見られました。どんな風にこう意識というのを変えていたんでしょうか。野手の方はすごい声をかけてくださって、それで気持ちが落ち着いていいピッチングができました。お話にもありました、今日は味方の頼もしすぎる援護がありました。隣にいるレアード選手もそんなにすごい。そうでもないよ。そうですね、もう本当に素直に嬉しかったです。そして有原投手の後をつないだ中継ぎピッチャーも見事無失点に抑えてくれましたね。それ本当抑えていただいてありがとうございます。やっぱり最後のバッターを打ち取るときにすごいホッとして嬉しかったです。ウィニングボールは持っていらっしゃいますか。見せていただいてもよろしいでしょうか。忘れられないボールになると思いますが、このボールどうされる予定ですか。両親に渡そうと思います。右肘の怪我もありました。改めてこの初勝利までの道のりどう振り返りますか。投げられない時期もあったんですけど、本当たくさんの人に支えていただいたので感謝の気持ちを持ってこれからも投げていきたいと思います。今日プロ初勝利という大きな一歩を踏み出しましたが、この一歩をどうつなげていきたいと思いますか。すごいな、本当に。今日は本当勝たせていただいた試合だったので、次からは本当にいいピッチができるように頑張ります。そして昨日のお立ち台で大谷投手が話してくれました。自分が勝ったら有原さんも勝ってくれると、そう約束をしたと。その約束も見事に果たせましたね。なんとか勝つことができたので良かったです。ファイターズには素晴らしいピッチャーがたくさんいますよ。レアードに変わるよ、お前。その中でどういった存在になっていきたいなと思いますか。もういいっていうのは人じゃないんだけど、やっぱり任された試合をしっかり投げられるように信頼を勝ち取って頑張っていきたいと思います。
you, and I just feel great, and just happy I could come through and, you know, get a win. ありがとうございます。すごい今いい気分で、勝利に貢献できる一本が出てすごい嬉しいです。なかなか打ち崩せなかった東明投手に対してどんな意識を持って打席に入ったんでしょうか。そう、昨日もそうだ。とにかく打点を入れたかったので、前にハーミットがすごいいいバッティングをしてくれた点が入ったので、本当にあそこにホームランという形で点が入ってすごい良かったですし、有原に勝利を勝ち越してくれたのですごい。そういう思いも強かったと思うんですが、サードでどんな風に有原投手のピッチングをご覧になってましたか？似てるね。I mean, he looked great. You know, he settled down pretty good, and he just needed to get some runs on the board for him. He's got a great stuff, and he's going to have a bright future, and I'm just glad to be a part of it and be his teammate. まあすごいなっていう一言に尽きると思いますし、もう本当に今回勝ちを続けたらすごい嬉しかったですし、まあ、本当にいい投手だと思うので、本当にこれからも頑張っていきたいですし、一緒のチームだと思うとすごい嬉しいです。Oh yeah, I mean, we have a great team, you know, pitching staff, bullpen, starters, lineup, we have a good young team, we have a lot of good things going for us, we're going to have a good year. まあすごい投手陣から野手陣も本当にすごいいいチームだと思ってますので、本当に若いチームですけど、本当に今年は何かやる気がするので、これからも頑張っていきたいと思います。ファンの皆さんに一人ずつメッセージをお願いいたします。ありがとうございました。また明日。そして有原投手、今日の初勝利、歴史の承認となった皆さんの前でマイクをお渡ししますので、自己紹介を兼ねて力強いメッセージをお願いいたします。自己紹介本年より北海道日本ハムファイターズでプレーすることになりました有原浩平です。今日は温かいご声援をありがとうございました。また明日からよろしくお願いします。そして逆転ホームランレアード選手でした。